皆さんこんにちは。千葉市の導きアロマサロン&スクールプルメリアの笠野真理です。本日はお羊座新月のアロマについてご紹介したいと思います。お羊座新月は宇宙元旦春分の日を過ぎてから初めての新月です。ですのである意味では十二星座でいうと一番スタートの星座がお羊座です。ですので1月1日のようなまるで新しい始まりを告げる新月なんです。とてもフレッシュで勢いのあるサイクルに皆さんも一緒に乗っていきませんか？お羊座新月におすすめのオイルはブラックペッパーです。ピリッと辛くて、そして締まった香りですね。私たちもあらゆるお料理に使っていると思います。実はヤングリビングのブラックペッパーの香りを嗅いでみると、意外とピリッとしたスパイシーな香りよりもなんとなく凛とした気品のある香りがするんです。その中にちょっとスパイシーな香りがするといったイメージでしょうか。皆さんブラックペッパーの香りを嗅ぐと、普段調味料で使っているブラックペッパーとかなり匂いが違いますね、というようなお話をされています。実はですね、ブラックペッパーは私たちの生活には身近に使われていて、お値段も非常に安いものなんですが、ヨーロッパではゴールドよりも価値があると言われていた時代もあったそうなんです。ブラックペッパーは暑い東南アジアから輸入をして取り入れていましたが、やはりその貿易をするためにかなりの年月がかかりますし、また運んでくるまでもちゃんと効果に耐えるかリスクがありますよね。ですので貿易商たちは富と安全を祈願してこの香辛料を輸入したと言われています。そしてブラックペッパーのようなスパイスの香りは、実は中世で流行った伝染病などに有効的だったと言われています。ですのでインフルエンザや風邪の流行る季節にもスパイス系の香りを使うのももしかしたら有効かもしれませんね。またブラックペッパーはこのように富を引き寄せることから、例えば出張に行く際や、また取引や商談をする際の緊張感から守ってくれるそうです。そしてクローブはどちらかというと頭でっかちになってずっと考えがぐるぐる回って行動できない方や、もしくはスピリチュアルが大好きなんだけどもふわふわしすぎて現実に着地しない人に大変有効な香りです。思考を行動に変えたり、またやはりスピリチュアルなものが好きだったりすると、何かこうエゴとかわがままというものは悪いのではないかと思って、本当はお金が欲しいのに私お金に興味がないんですなんて言っちゃう方も少なくありません。なので望むものに対して素直になる助けもします。どちらかというと静かにしているよりも積極性や活動性を見出したいときにブラックペッパーはおすすめです。存在感を与え目標に到達するサポートをします。このアロマフェアリーカードでは色がやはりブラックなんですが、天使がいて、そして
中にパステルカラーの優しいキューブがありますね。まるで上のピラミッドと下の逆三角形のピラミッドがあるような感じに見えます。アロマフェアリーカードはパステルカラーが多くて、唯一黒色をしているのがブラックペッパーのカードなんですね。なのでブラックペッパーを引いてちょっと残念そうなお顔をされる方もいらっしゃるんですけども、でも黒というのはグラウンディング力を助けてくれるんですね。私たちにはチャクラといって目には見えないんですけども、エネルギーの壺のようなものがあります。その中でも地中深くの私たちの足の裏よりもさらに下にあるチャクラ、そういったアーススターと呼ばれるような深い深いグラウンディングのチャクラが実は黒色をしているんですね。なので夢に描いたお餅でなかなか実現しないという方は、ぜひこのブラックペッパーの黒い色もおすすめします。そしてカードの意味としましては、プラクティス&レビューと書いてありますね。これは実行して検証してみるという意味を持っています。私たちはお仕事をする際に PDCA を回しましょうなどとスローガンを掲げていますが、多くの人たちはプランしてドゥしなかったりします。特に日本人の方って結構いろいろ考えるんですけども、行動までには及びにくいんですね。特に女性の方はそういった方が多いと思います。またこの他にもプランとドゥまではいけるけど C のチェックまでいけない人の方が大半です。 C のチェックというのは検証してみるんですね。例えばやってみてうまくいかなかったらどこを改善するかというところも考えなくてはならないんです。しかしほとんどの方はやってみたけどうまくいかなかった、もう傷つきたくないから諦めようと思って投げ出してしまうんです。これがある意味では起業できないとか起業したけど続かない人の特徴でもあるんですよね。しかしこの検証という力は非常に大切です。ある意味では客観視、俯瞰する力を身につけていきます。そして改善点が見つかったら次はアクション A を進めていくんですね。ですので私たちはこの PDCA というサイクルをどれだけ回していけるかによって、行きたいところにどこまで到達できるかっていうのも変わってきます。成功している方ほど PDCA をたくさん回しているはずです。成功している人も10回のうち9回ぐらいは転び、残りの1回で成功すると言っています。エジソンもたくさん失敗を重ねた上に電球を開発しましたよね。ですので、私たちはこの PDCA を回すことによって、より成功に近づくのだと言われています。私たちが肉体をまとわないで魂だけの時はもう思った瞬間に全て願いが叶ってしまう状態でした。しかしあえて次元効果ディセンションしてこの重い肉体をまとうことであらゆる制限を感じ、そしてたくさん努力を重ねたり、もしくは努力とは言わないかもしれないけども、そこに至るまでにいろいろなプロセスを踏んでいきます。そうやって実現に至ると、ものすごく感謝の気持ちや達成感というものがあふれますよね。魂のままではそこまで充実感や達成感を味わうことができないので、あえて制約の多い肉体に宿ってこのような
夢実現の体験をしているんですね。オリンピックが開催されるかどうか、すごく今本当にこう不安な状態ではありますけども、こういったアスリートたちもこの肉体という制限があるからこそ、そこにたくさんの努力や感動のドラマが生まれるんですよね。ぜひブラックペッパーの実行と検証を日常生活に生かしてみませんか。本日は最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。次回はイースターの日、タイムについてご紹介したいと思います。それでは次回もお楽しみくださいませ。ありがとうございました。